どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、スナップ撮影のちょっと話をしていきたいと思うんですが、僕がねよくメインで使っているカメラはソニーの α7C Mk2 になります。スナップで僕がよく使うレンズは FE の 50mm F2.5G レンズになります。まあスナップでねよく使ってる人多いんじゃないかなと思うんですけど、これ別にソニーだけの話ではなくて、例えば富士フイルムとかだとフイルムシミュレーションっていうものがあったりだとか、もちろんね各社いろんなねこう色味を変えられる、機能とかがあったりすると思います。もちろん後でね編集することもできると思うんですけど、だから最近僕編集をするっていうよりかはどちらかというとなんかこうもともとこうカメラの中にあるこう色味のね機能を使ってちょっと撮影しながらこう色味をねこう勉強したりだとか、そのねメーカーがこう持っているなんかこう思想みたいなものを感じながら結構撮影するのがなんか楽しいなって感じていて、今日はソニーのね僕のメインカメラである α7C2 を使って、クリエイティブルックを利用して、ちょっとねスナップを楽しんでみたので、それのね話をちょっとしていきたいと思うんですけど、僕今回ねスナップで試しに遊んでみたのはセピアっていう色なんですよ。これもう若い人とかは知らない人ももしかしたら多いのかな。まあ僕も正直そんなに詳しいっていうわけじゃないんですけど、赤茶色っぽいこうモノクロ写真になるんですよ。で結構昔ながらのフィルムカメラとかで見れるような色味だったりするんですけど、このクリエイティブルック自体は使える機種っていうのも限られていて、ソニーのカメラの中でも ZV-1F、α7-4、α7-5、これ R5 かな ?R5、α7S3 に α1 で FX3、FX30、α7C Mk2、α7CR、α6700。あれ ZV-E1 ってできなかったっけな、できたような気がするんですけど、まあどうだったかちょっとごめんなさい覚えてないんですが、いくつかね、まあ最新の機種に関しては、利用できる、クリエイティブルックという機能になります。でクリエイティブルックのいいところはですね、簡単に、変えることができます。まあ皆さんがねもしソニーのカメラ持ってれば、ファンクションキー押していただくとおそらく、写真の、レバーの状態であればクリエイティブルックっていうのが出てきて、そこからね、たくさんの種類ですね、クリエイティブルック自体は、スタンダードの S とかポートレートの PT とか、あと NT の、そしてビビットとか、そのビビット2と FL、INSH、ブラックセピアみたいな感じで結構いっぱい選べます。でそれぞれのところから細かくですねコントラストであったりだとかハイライト、シャドウ、フェード、サイド、シャープネスレンジ、明瞭度とか、まあ普通であればこう写真を編集する、まあ、ロー現像で編集するときとかにちょっとこういじくったりして、補正をしたりするような部分なんですけど、これをカメラであらかじめ設定できるのがクリエイティブルックになります。でこのクリエイティブルックはですね本当にいいのが色味がシンプルにいいんですよ。なんかちょっと前までのさやつはもうちょっとなんかこうざっくりしてたというか、まあ今でもこういう風にクリエイティブルックみたいにこう細かくいじれる設定っていうのはそんなにカメラメーカーの中では多くないんですけど、まあねこのね細かくカメラ内でいじれるっていうのが僕すごく重要だなっていう風に思っていて、なんかこうもちろんパシャパシャ撮っていくときになんかね普通さパソコンとかそういうのでさスマホとかでさ色味いじったりしてさちょっとずつこう学んでいったりするんだけど、カメラの中でリアルタイムで変えながら学べるんよね。うわこれこっちの方がいいなとかっていう、なんかこう直感的に写真の色味を楽しめるのがこのクリエイティブルックかなっていうふうに僕思ってて最近よく使ってます。でセピアの色で今回、撮影をいっぱいしてきたのでそれをね一緒に見れたらなというふうに思っています。でまあセピアの前にですね、モノクロ1枚撮ってみました。で、モノクロってねこんな感じでほんと白と黒で光の表現が結構ねできるので、まあこういうゴジラのね模型の、
写真を撮ってみたんですけど、結構こう素材感が結構目立つんじゃないかなと思います。 このゴジラのね表皮とかザラザラしてる感じ、トゲトゲしてる感じとかっていうのがやっぱかっこよく映りますよね。でここからセピアなんですけど、はい、なんだろうこれ、あの高架下みたいなところである居酒屋屋さんとかで行くときにかっこいいよね。なんかこういうなんか素材感がやっぱり目立つ、反射とか、うん、こういうのがやっぱいいよね。で、はい、こういうの昔昭和とかであったよね。なんかこうノスタルジックなものをセピアって撮影するとなんか雰囲気が出てすごいね、いい写真だな、いい写真っていうかなんか懐かしいなって思えるのが僕すごくいいなっていう風にセピアは思います。で、こういう、現代的っていうのかな？新幹線とかもね、まあ、こう、連続しているような新幹線の窓とかっていうのもちょっと印象的に映ったりするかな。で、こういうセイコーの機械人形が帰っていく様子をね、撮ったりして、でもなんかこれもなんか昔からあるものとかって、割とこういうの、なんか雰囲気あったりしていいのかなっていうふうに思います。で、こうやってポートレットとか。でも、スーツケースね、大変なのに持っていて、この渋いね、ハットをつけている。こういうのもスナップならではのいい写真なんじゃないかなっていうふうに思います。で、銀座の。まあ、さっきからずっと銀座ら辺を撮影してるんですけど、街灯ですね。この、なんだろう、クラシックな伝統に、この監視カメラがね、こう時代が、なんだろう、まあ、これもこれでなんか面白いよね。なんかこう、ちぐはぐしてるというか、こう被写体自体がそもそもなんかこうコントラストがあるみたいなのがいいのかなっていうふうに思う写真ですね。で、僕目線ですね。これ銀座の地下鉄ら辺のところなんですけど、まあ、天井にねカメラ近づけて撮ってくるとこういうねあのリフレクションがあったりだとか、天井をボケさせて下を撮影するとかっていう表現ができて、こういうのもね面白いですよね。まあ、セピアをそもそもね撮影する、セピアでそもそも撮影するのって、まあ、人によってはねなんかこうなんかあんま好きじゃないっていう人ももちろんいると思うんですけど、なんかね僕もね別に好きなわけじゃないんですよなんかいろんな色味とかをなんかこう楽しめるっていうのでセピアが一ついいなっていう風にただ感じてるだけかなと思います。はい、でこんな感じでね、銀座の後に麻布台ヒルズの方に行って、これ地下かな、麻布台ヒルズの地下に行って、麻布台ヒルズ皆さん行きました？もうすごい面白いですよ。なんか今までのなんか商業施設の中とちょっとやっぱ違うなっていうのがあって、特にね建築物が非常に印象的だったかなと思います。曲線で描いている部分もあれば結構直線的な部分を組み合わせたりするので、結構ね建物を見に行くだけでも面白いんじゃないかなと思います。まあ、こういうね、柱と天井の部分で曲線、直線っていう風に分かれているような写真がちょっと面白かったなっていう風に思います。で、やっぱりセピアとしても、この光の、写し方ですよね。外が、ハイライト高くて、下側は暗い状態でこうコントラストがすごい効いている写真に、額縁構図、まあ、ちょうどねこの入り口がね、四角く囲われてるんでこう額縁構図みたいな感じと、こう光が差してくるようなこう太陽からね光が射光が差すようなこう放射線みたいな構図になっているのがちょっとこれ面白いと思ってパシャッと撮ってみました。で、麻布台ヒルズ のビルの表面ですね。首痛くなります上見ててでこれ直線が真ん中バーってさ走っててさ、で同じようなさこの連続的なこうな、これ何なんだろうね、これ羽ソーラーなのかな、なんか羽みたいなのがついてるんですよ。まあ、こういう、スナップとかも、撮ってみました。で、やっぱりね画素数っていうのが僕スナップ結構重要だなっていう風に感じていて、スナップ撮るんだったら画素数多い方がやっぱクロップねできるんで、それがやっぱいいかなっていう風に思います。これもねだいぶ広く撮ってたんですけど、まあ、ピントがねこっちの鼻の方に合ってたんでここを拡大して切り取ってます。ちょっと集合体恐怖症の方にはあんまり良くないかもしれないんですけど、まあ、こういうのもね自然の美しさですよね。でこれも鼻の写真なんですけど、まあ、ピントがねコンティニュアス AF で撮ってたから中央合ってないんですよね。花びらにちょっと合っている状態で、まあ、ちょっとこれはマニュアルフォーカスでやって方が良かったかなっていう風にも感じてます。でもねやっぱお花撮るのもセピアって可愛くていいですよね。
で、これ麻布台ヒルズのメインの場所かな、6階まで確かあるんだったかな、5階だったか覚えてないんですけど、なんかすごいね、こう一番下からね一番上の階までね吹き抜けなんですよね。これがねちょっと面白いなーっていう風に思いました。で、なんか面白かったんでとりあえずパシャッと撮ります。スナップなんてねやっぱパシャッと撮るのがいいよね。で、これ麻布台ヒルズの中のなんかトイレにつなぐと廊下って大体こんな感じなんですよ、麻布台ヒルズって。で、照明が結構麻布台はいいなと思って、この間接照明の強い光のところはこう側面から当ててて、メインのねピンの、ライトに関してはそんなにね光量が強くないっていうところで、照明のバランスがめちゃくちゃ良くて、スナップするのにめちゃくちゃ最適だなっていう風に感じました。で、アラビカっていうコーヒー屋さんに初めてこう行ったんですけど、結構ねやっぱデザインが面白かったですね。意外とねコーヒーそんなに高くなくて気軽に寄れるところでいいなっていう風に感じました。でもね割と混んでたんだけど、列はねそんなに時間かからなくて、どん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 進んでいった感じがしますね。で、アラビカ行って、で、こういうアラビカの写真とこういうなんだろう、店内と人って写した時には割と画角狭めの方がなんか自分的にはしっくりくるなって思います。で、僕の彼女をここに撮ってみたんですけど、なんか人を撮るとやっぱなんかちょっと雰囲気また変わりますよね。人になんかこうフォーカスしてセピアを撮るとなんか思い出深く少しなるような気がしますね。うん、もうちょっといっぱい人が写ってたり家族がいたりした方、いっぱいね何人もいたりした方が結構思い入れも深くなると思うけど、一人でもねちょっとねこう思い出深さが少し出るんじゃないかなと思います。で、その次にカフェラテですね。で、ラテアートこのアラビカしてくれるんですけど、このねラテアートも割とね縦構図で広く撮ったんですけど、3300万画素を活かして、クロップして、ピントが合っているこの中央のねこの横の中央の部分に、クロップを横縦構図で撮ったものを横構図3対2の横構図で撮って切り取ってみたんですけど、これもねやっぱ画素数が多いからか、このねいいよね、このなんか若干泡みたいなのがあって、うん、表現としてはすごく綺麗だなっていう風に感じました。なんかコーヒーの、雑誌とかの側面にあってもちょっとこれは、なんかいいよね。はい。で、これはもうシンプルにこういう写真撮る人いるかなっていうような感じで撮ってみました。で、看板、看板もねこういう風に光があるとちょっと面白いね。なんか空中に浮いてるみたい、まあ、空中に浮いてるんだけど棒で刺してね、これでもそれがなんかいい写真にも見えるかもしれない。で、これが、遠くにね子供が座ってて、多分お母さんなのかな、わかんないけど、こう手前に座ってるところのなんかね覗き穴みたいなところがあるんだよね。覗き穴っていうかなんかねこう一部透明になってる部分があって、そこからねスナップで撮影してみた感じです。なんかねこういう写真って割となんだろう、立体感というか奥行き感があってストーリー性があるなってめちゃくちゃ思うんですけど、まあ、なんだろう、そもそもこの空間なんか遊んでて、なんか遊んでる場所なのかな、誰かが見てんのかなみたいな、なんかそういうねこうちょっとこう考えさせられるような写真に、多分カラーでこれやってるよりかはセピアの方がそういう雰囲気が出るんじゃないかなっていうふうに思います。はい。その次にね僕の彼女が本を読んでるところを、腰掛けてね読んでるところをちょっと撮ってみました。で、まあこれはパッと撮った写真なんですけど、でこっちはちょっと考えて構図とかをね少し考えて撮ってみました。まあ前ボケ入れて、でちょうどねこの L 字になってくれてるんで、でその奥にある本棚とか、柱を使ってちょっとこう額縁っぽくして、こうね奥行き感をちょっと出してみました。でね、やっぱ肌がね綺麗に見えるなっていう風に感じますね、なんかこういう写真で見ると。はい。で、これ麻布台ヒルズに入る天井の作品なんですけど、これもね曲線ってやっぱ直線をね組み合わせてて、すごい放射状というかかっこいいよね。なんかこういう、まあ、これ 50mm の画角なんで結構狭めなんですけど、割とこれに関しては超広角とかのスナップで撮った方がやっぱいい写真になるんだろうなっていう感じがします。まあこれはこれでいいんですけど、あとはまあ結構いっぱい撮ってきたんですけど、東京タワーがね無料で33階まで開放してて、こう結構ね胴体部分、
東京タワーの胴体部分のところまで、目線が同じになったりするんですけど、まあ、東京タワーは下から撮った方が僕は好きかもしれないですね。まあ、これはこれでなんか面白いんですけど、なんかね、なんか昭和の象徴みたいな気がして、僕、東京タワーって。だから、なんかこれを、なんか、この目線の高さって昭和でそんなあったのかなっていう、なんかちょっと違和感が少しあるんですけど、どうですかね、皆さんどう思いますかね。はい、で下地面撮ってみました。地面というか、まあ下のねビルのところを撮ったんですけど、まあこういうのもね、もうちょっと画角考えて S 字とかで撮ればよかったなと思うんですけど、まあこういう風に、まあ、セピアだと光の見え方になるかなと思います。でその次にこの33階のね麻布台ヒルズにこう座れるスペースがあるんですけど、まあそこからねちょっとこうふわっと撮ってみました。まあ柱がね、ぶっとい柱がね真ん中にあるんですけど、でここ十字でちょっと十字のなんか構図みたいなのやってみて、でこう柱がね、ガラスの柱がピンピンって立ってて、奥にビル群がバーって並んでる、ちょっとでもなんか印象的に仕上げようと思ってクロップして仕上げてみました。はい、で最後に撮ったこの写真が、え、なんてことない写真じゃんってめっちゃ、まあ僕も思うんですけど、なんかこれってなんかセピアの良さ出てねってすごい思ったんですよ。なんだろう、このエスカレーターの下のすごいこう線、直線的な線と靴のドットのなんかこうポツポツポツっていうところと、手前の足元の前ボケで側面のこの光の当たり方で、なんかこうなんかちょっと深みが少し、なんか大したことない写真なんだけど、ちょっと深みが出てるように見える表現なんで、なんかこれがね結構面白いなっていう風に僕もね最後撮ってみて思いました。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんクリエイティブルックそもそも皆さん使ってますか。なんか皆さんのね、好きな、もしクリエイティブルックのなんかプリセットがあれば、僕はね IN が好きですとか、僕は FL がいいですとか、もしねあれば、ぜひコメント欄で、伝えてくれると嬉しいです。で僕はね割と FL が好きだったりとかして、でセピアとかも最近まあ試しで、まあ、撮ってみたんですけど、結構面白いですね、セピアとかも。なんかセピアの良さがあって、なんか物によっては結構グッとくるものがあったなって思うので、ちょっとねこうたまにね、クリエイティブルックでこう色味のね縛りとかをしてみると、このスナップカメラでスナップ撮影をするっていう点で面白いんじゃないかなって思うので、ぜひとも皆さんも参考にしてみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。